デンベレバルサ移籍決定、背番号は11というわけで、デンベレがですねバルサ移籍決定しまして、移籍金が1億500万ユーロ約130億円プラス、ボーナスで最終的には182億円、まあ、190億円弱とかね、約190億円とかいうふうにメディアで発表されてますけど、まあそのぐらいの移籍金が動くということで、バルサ歴代1位になりましたね。デンベレプロでのキャリアでね、試合をした数が86試合だそうなんで、86試合でこのぐらいの価値の選手になったっていうのもですね、まあすごいことなんですけど、まあデンベレに関してはもうバルサにね移籍決定してやったみたいなね、はしゃいだツイートしてて、うん、で試合中にねポケモン GO やって、でバルサに移籍できるってなったらね、練習無断欠席して、うん、住んでる家も友達にね引っ越しやらせて、その友達が勝手にねゴミを置いてったみたいな、そのゴミを勝手に置いてったマンションがクロップが副業で、経営してるっていうか管理してるマンションらしいんで、そういったところでもですねデンベレの評判悪くなってるそうですね。デンベレに関してはですね、ちょっとあの人としてのイメージが僕めっちゃ悪いんで、そういったところで来るのかって感じでかなりですね落ち込んでしまうんですけど、まあもう取っちゃったもんはしょうがないですね。このデンベレがですねバルサでうまくいくことをですね、もうバルサの選手になってしまいましたから願うしかありませんし、バルトメオ政権長くないと思いますけれども、そんな中で取ってしまった選手たちにね、罪はありませんので、パウリーニョとデンベレ、うん、取るまではうーんって感じでしたけど、取ったら取ったで活躍してほしいなっていうふうに、そんな風に思います。バルサフェランのゼロトップどうですか？あ、全然あのデンベレ次第なんだけど、デンベレ契約延長しないみたいな、給料の新しい提示にノーを言ったみたいな、いやマジで出てってもらって全然いいというか、朗報なんですけどね、マルシャのユナイテッドみたいな。ただまあチャビはマジでデンベレ信じてるかもしれないですけど、僕としては契約延長して移籍金残して出てってもらうのが一番いいかなと思ってます。うん、基本的にメンタリティ整ってない選手ってビッグクラブで活躍できないですよ。誰だろう、メンタリティ全然だったけど、あの活躍した選手、それこそあの底悪いいいっていう話じゃなくて、戦う人になってるかどうかっていう。モラタとかデンベレって戦う人になってないですよね。戦士になれてない。どこ悪くても活躍する選手って戦士なんですよ。あのエトーとかロイキンとか、戦士かどうかってめっちゃ大事なんですよね。眺めるな。